ニシンウアメは、甲骨魚類の分類群の一つ。原生の魚類として含まれるのは、ニシン目のみで、他に絶滅したグループとしてイリミカシーホームズメが、所属している。ニシンウアメの魚類は、白秋前期には地上に出現していたことが、化石記録からわかっている。上絆の仲間としては、比較的古い系統に属し、カラヤシウアメと、骨表ウ,ウアメの中間に、 位置付けられている。辛いシウアメの魚類は、レプトケファルスと呼ばれる、妖精時期を経て成長することが特徴で、ニンウ上目の妖精も、シラスと称される、半透明の形態を取るが、レプトケファルスほど大型にはならない。また、骨表上目の特徴である、ウェーバー器官を持たず、代わりに、浮き袋から伸びた一体の細い管が頭蓋骨に侵入し、 内耳との連絡を行っている。他の形態学的な特徴として、第一カビ骨は有利しているが、第二カビ骨は他の骨格と融合していること、多くの種類では、腹期の前後に両鱗と呼ばれる特徴的な鱗を持っていることが挙げられる。二芯上目は二芯目及びイリミカシーホームズ目の二目を含む。イリミカシーホームズ目はこれまでに化石種のみ、 一花七族が知られている。原生の二神目の特徴である第四、脳質外側関王を持たない。側線はよく発達しており、二神木の中では最も古い一群である、デンティケプスアモクの魚類と似ている。二神下魚類の化石種、ありがとうございます。